力強いマスクのベンツ E220D でございます。今まで動画にしてなかったんですけども、この E220D がですね、数々の個人タクシーの車がですね、エンジンが壊れてディラさんでも直せないと。でもそれは外れなんじゃないかとかあったんですけど、まあ、今まで数々の方のお乗り換えのところで撮影しては動画でもアップせずにいたんですけど、もう本当に少なくなってきましたので、もういいかなと思って撮影しております。エンジンがですね、ポンポン線のような音になるので、なぜか個人タクシーの中ではもうポンポン線という名前になってしまったんですけど、この川の静かにですね、本当に何キロ走ってると思います。これは本当によく走ってくれた方だと思いますけど、画面に出ないんですよ。でもですね、もうポンポン線なんですよ。開けてみます。ちょっと周りの音がうるさいのでそんなに聞こえないかもしれないですけど、練習してから上げる。分かりますかね。まだこの車は走ることができますし、39万キロ走ったというのはもう一番すごい記録かもしれないです。数々のお車がこの車でポン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 が止まらず、中にいるとあんまり聞こえないかもしれないですけど、実際はもうかなり危険な状態で、今も走れるんですけどギアが上がっていかないと。でパドルシフトで強制的に上げて走ったりはすることはできるんですけど、もう本当にあと1000キロは持たないんじゃないかとか、もしかしたら何千キロか走るかもしれないんですけど、もういきなり走れなくなってしまう危険性もあります。ただこうやって乗ってみるとまだ全然なんですよね。今メーターとかスーパーサインとか外したばっかりでですね、これだけちょっとコムテックのドラレコの新しいのなんで使わせてもらっちゃおうかなと思ってますけど、2023年10月5日でございますね。それがまた車検取ったばっかりだったんですよ。6年9月3日まであるという、あまりにも悲しいタイミングでですね。オートドアとかもついておりますし、直せればっていうのがあったんですけど、まあいろんな数々のオーナーが、個人タクシーのオーナー様ですね、試した方もおられましたし、中には部品150万円分ぐらい交換すれば直るかもしれないって言われて治らなかった人もいたそうです。添加剤入れてもダメ、コンピューターリセットしてもダメとか、もうとにかくこのポン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 という音が解決せずに、最後はもう走るの危険な状態ということでですね、本当に残念ですがリコールではないという、何とも言えないんですけどね。でオーナー様、オイルの缶もこんな大きいの買って2万円分あるって言って
ってましたけど、ブレーキパッドもあったり予備の部品がいろいろあったりですね、もう買われてたんですけど、ブルネスタサウンドは音いいですし、トランクもこれ電動で開くトランクなんですよ。だって電動で閉まるんですよね。オートドアに使えないかっていうぐらい本当にサーッと開いてサーッと閉まるというですね、もう素晴らしいお車でございます。また平成29年式というのもですね、もうもったいなさすぎますけども、もうしょうがないということでオーナー様も諦めていただきました。ハンドルがブンとか触れてくれたりとかね、連携うわーすごいですよ、これ気持ちいいですよ、こんなになっちゃうんですよ、これでナビこんなって動くんですよ、ほらこれほらすごくないですか。ただ駅名が映んないとか言ってね、駅字だけでしか出ないから形で出してくれとかね、いろんなことありましたよね。あのこれは 出るようになりましたね。前ね走ってるともう駅ないなんて言って、なんかその動画昔ありましたね、夜撮ったやつでしたけどね。本当に残念ですけど、まあ、220D の中のエンジンの、まあ、型式によるんでしょうけど、どうもダメなみたいですよね。一応これのエンジンは654というエンジンで、排気量は1940cc の 220D でございます。ただよく見るとこの時期 2000cc だったり、確か2190なんか何個かあるんですよ。あの S300H というなんか1回で終わってしまったあの謎のディーゼルハイブリッドを覚えてますでしょうか。まあちょっと黒歴史になりつつある、もう忘れてくださいと言われてる形式にもなっているような話も聞いたことはありますけども、真偽のほどは定かではありませんが、この車を乗り換えたお客様の多くはトヨタ車に乗り換えております。ということで高速乗ったらちょっと怖いので下道で戻ろうかと思います。ありがとうございました。目白自動車でした。